レッズレディースはどうですか、山本さん。ウガジン君にちょっと言われてしまったんですけど、私もあのサポーターの凄さっていうのをすごく感じてて、あのトップチームほどはいかないんですけど、でもあの駒場スタジアムのメインはほとんど、はい、あのまあ、隙間はちょっとあるんですけど埋まってしまうほどで、あの女子サッカーの中では本当に一番で、他のチームから言われると、はい、あの浦和とやるときすごく逆にあの気合が入るっていうふうなこと、あんなに入るのは本当にないのでっていうことを言ってくれます、ね、去年でもやっぱり優勝が決まった後でも駒場でやった時の紙吹雪とかもね、みんな温かい雰囲気作ってくれますよね。そうですね、レディースの場合はそんなにあのしったり綺麗みたいなことは少ないんですけども、まあ、いつかレディースもそんなあの受けれるようなこう、はい、なんて言うんだろう、なんていうんですかね、なんていうの、あの知った激励を受けれるほどのこう、目線で受けたいなっていうのはあるんですけど、厳しい目でも見てほしいっていうよね、そういったことは怖いんですけど、うん、まあすごい大勢の人にもっと見てもらいたいなっていうのはあります、はい、さて同じなでしこですが、くしげさんは狭山の自慢するところは何でしょう。そうですね、やっぱりレッツさんとかと比べるとすごい、まあ、規模が小さいんですけど、その中でもあのサポーターの方が熱心に声援を送ってくれたりするのがすごい力になってるんで、まあ、負けないように、はい、宮崎さん、大崎電機の、大崎電機はね、意外とね、かっこいい人が多いですあのね、僕あの、まあ、テレビとか出させていただいてるんですけど、でやっぱその興味本位でハンドボールを見に来ていただいて、あの試合後ってサイン会ってやるんですね、まあ30分から1時間ぐらいでサイン会をやるんですけど、やっぱその中最初は僕にすっごい行列ができるんですけど、 2,3 試合ぐらいするとみんな均等に置かれるんですよね。ってことは他の選手も結構なんかすごいやついるんだな、だから綺麗に分かれてくれるんですよ。ちょっと僕的にはすごくムカつきますけどもういいでしょでもそれはまあプレーでも見せるからってことですよね。そうですね、やっぱプレーのこう質っていうんですかね、やっぱ各ポジションも全く違う動きとか、ね、あのそのポジションでシュートとかあるんで、そういうものもあるのかなと思ってます。大宮の自慢するところ何でしょうか、金田さん。そうですね、アルティージャはやっぱり選手、ベテランから若手まで一つにまとまるのが人だと思います。どんなところで感じるんですか、そういうことは。2005年から J1 に上がったんですけれども、毎年残留争いをやってまして、そういう土壇場のところでもやっぱりチーム一つになって最後 J1 に戦える権利を得ているんで、毎年毎年良くなっていると思いますいや、嫌なもんですよね、プレッシャーというか。そうですね、嫌なもんなんですけど、やっぱり何年も経験してる選手は言ってはいけないんですけど、やっぱり慣れたっていうか逆に燃えてくるみたいな、このシチュエーションに他から来た選手はこれを毎年やってんのかっていう選手もいるんですけども、長年いる選手は大丈夫、自分たちだったらちゃんと勝って残れるっていう、なんか変な自信があります。でもそういう安心する言葉をかけてくれるっていうのもまた力ですよね。そうですね、はい。誰ですか、そういう雰囲気こううまく持ってきてる人っていうのは。そうですね、2005年からいる藤本力さんはもう本当にチームの顔ですし、ね、やっぱり力さんが元気を出してくれるとみんなそれにやっぱりついていけるので頼りにしてます。はい、大島さん、西武ライオンズの自慢するところは何でしょう。自然がいっぱいですそれは所沢です西武球場前のあたりですね、はい、チームですか。はい、まあ今日ここに僕が来てしまったので説得力全くないんですけど、大崎電機同様イケメン軍団ですらしいですいやいや本当にね、若くてかっこいい選手はもういっぱい、栗山、中島、片岡なんてよく代表的なところで、もうピッチャーもそうですね、涌井、岸、はい、もういっぱいもう、
名前が上がります。ちなみにその今イケメンということで出たんで、伺いますが、なぜあだ名がゲッチュなんでしょうか。サルゲッチュに似てるからです。気に入ってます。はい。もう11年ぐらい言われてるんで、はい、気に入りました。はい。さて、畑野さん、埼玉ブロンコスの自慢するところは何でしょう。そうですね、うちもあのファンのことをブースターって言うんですけど、はい、そうですよね。あのチームがどんな状況でも常にあの支えてくれてるやっぱブースターの皆さんというのと、あとそうですね、うちの選手みんなでかいです。あの基本的にまあ普段あの街歩いてても2メートル10センチの人を見ることはないと思うんで、あのうちのチームにはあの2メーター10が2枚と2メーター2、3センチですかねが1枚と、あとそうですね、その次に僕ぐらいなんですけど、基本的にあのでかいんで、その辺がまあ、はい。畑野さんより大きい人が、やっぱバスケット界では僕なんかあの普通の方に入っちゃうんで、はい。すごいですね、庄司さん。ガボアがいっぱいいるってことですね。そういうリアクションの時、ぜひマイクを持っていただきたいです。さて、もうお時間もいよいよ迫っておりますので、では皆さん、あのシーズン中の方もいらっしゃいますが、まあ、年が変わるということで2011年の目標、それから抱負というのを最後に聞いてお別れしたいと思います。では庄司さん、まだまだこれからね、大変なシーズンがありますが、お願いします。2011年、本当に昇格だけを目指して頑張っていきたいと思います。たくさんの方にあの応援してもらって本当に力になっているので、あの昇格という形であの恩返ししたいと思いますので、はい、頑張りたいと思います。よかったです。まあ、来年からまた監督も変わって、まあ、気持ちも自分の気持ちも、まあ、一新して、まあ、今年以上に本当に試合に出ないと、まあ、いけないと思ってるし、まあ、やっぱり今年の結果では、まあ、自分たちもそうですけどサポーターの皆さんも満足してないと思うので、まあ、本当に優勝 ACL 出場っていうのを目指して、まあ、頑張りたいと思います。まあ、今回、まあ、こうやって皆さんと触れ合うことができたので、まあ、ぜひ僕の活躍を埼玉スタジアムに見に来てください。お願いします。あれ言っちゃった。今うわーって感じで、ね、はい、山本さん、はい、今シーズン優勝逃してしまったので、あのレディースとして優勝できるように頑張りたいということと、あと来年はあのなでしこの方ではワールドカップが6月7月に始まるので、それとあともう一つ、あのオリンピック予選が9月から始まるの で、ね、あの代表の方も忙しい活動があって、それにも自分があの出場できるように頑張りたいと思います。今日はありがとうございました。やっぱり今年は初めて1部に上がって、不甲斐ない結果だったんで、来年は1勝でも多く一つでも上の順位に行けるようにチーム一丸となって頑張りたいと思うんで、ぜひ応援に来てください。よろしくお願いします。隣に日本代表がいますからね。よく考えたらライバル同士で並んでるってすごいね、あの緊張しました。隣、はい、いや控え室の時からもうすごい話してくれて頼りになりました。ぜひ来年のリーグでの戦いを、お二人の戦いを楽しみに。負けないです。いや負けないです。では宮崎さん、お願いします。今はあのシーズン中なんですが、まあ、5年ぶりに日本リーグ優勝を狙います。まあ、そして来年は、1月に世界選手権予選で、まあ、サッカーとも一緒なんですけど、10月にオリンピック予選で、まあ、大切な試合が入ってくるんで、あの埼玉代表として、そして日本代表として、しっかり戦っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。では金沢さん、はい、僕は来年、残留争いっていうのをネタにできない、しないように、残留争いとしない1年間にしたいなと思います。
ぜひここからダンファイブスタジアム大宮は近いので皆さんぜひ見に来てください。よろしくお願いします。大島さん、はい、今年パ・リーグ、クライマックスシリーズで負けてしまったので、来年まずパ・リーグ優勝できるように、そしてチームの役に立てるように、頑張ります。埼玉県所沢市、結構奥の方なんですけど、西武ドーム来てください。お願いします。加藤さん、お願いします。まだシーズン中なんですけれども、プレーオフ出場できるように、頑張っていきたいと思いますので応援の方よろしくお願いします。皆さんといろんなお話を聞いてきましたが、これをもってお開きということになります。それでは最後にフォトセッションのお時間を取らせていただきます。選手の皆さん、どうぞ立ってステージ中央にお並びいただきたいと思います。どうぞ皆さんも撮影可能でございますので、せっかくこれだけの方が揃うこともほとんどありません。どうぞ記念に写真を撮影していただければなというふうに思います。あとはご指示の方はよろしくお願いいたします。何か中央とかありますか、ずれてるとかあったら。嫌な間が流れました今。ちょっと緊張感が漂いますよね。皆さんよろしいでしょうか。バッチリですね。はい、ではもう本当になかなかこういった形で皆さんが揃うということは貴重な経験で、そして貴重な写真だと思いますので、心よりまで撮っていただいたところで、トークフェスタ第2部の選手の皆さんのトークショーをこれにて終了とさせていただきます。では皆さん一人ずつお呼びしますので、大きな拍手で送ってあげてください。埼玉ブロンコス畑野和也選手でした。埼玉西武ライオンズ大島一郎選手、大宮アルディーダ金沢慎選手、大崎電機ハンドボール部宮崎大輔選手、 ASLG 狭山 FC 重葵選手、浦和レッズレディー山郷望選手、浦和レッズライオンズ宇賀神智也選手、上野美希庄司裕貴選手、以上の皆様でした。